はい、みなさんこんにちは。レック専任講師、森田隆二です。それでは、ただいまより不動産鑑定試験、エコノミストが語る不動産鑑定士の魅力を開始いたします。どうぞよろしくお願いいたします。はい、本日ですね、不動産鑑定士試験のガイダンス講座ということなんですけども、まずちょっと画面をね、使わせていただきますので、私の方でですね、不動産鑑定試験の、不動産鑑定士の魅力についてね、ちょっと僭越ながら語らせていただくということになっております。森田隆二と申します。ではですね、本日の構成でありますけども、3つ私の方からお伝えしたいことがありましてですね、まず1つ目なんですけども、不動産鑑定士は狙い目の資格ということで、数ある資格の中でもですね、不動産鑑定士っていうのは狙い目なのではないかなと、特に最近そうかなというふうに思っておりましてですね、そこを伝えたいなというふうに思っております。それから2点目なんですけども、そうした不動産鑑定士なんですが、不動産鑑定士になるためにはもちろん試験をクリアしなければいけませんけども、簡単にですね、その試験制度ですね、お話しさせていただきまして、でそれを踏まえましてね、不動産鑑定士になるためにはですね、やっぱり予備校等を利用する方がいいのかなということでありまして、レックだったらこうするぞということで、レックの講座についてね、お話しできたらなというふうに思っております。この3点ですね。ではですね、その次に行きますが、まずエコノミストの視点とさせていただきましたけども、私大学 などでもね、あるいはレックでもそうですけども、経済学を担当しておりましてですね、経済学が専門ということでありますので、経済学を勉強している人間からの、その見方を、ここでねちょっとお話しさせていただこうと思いますけども、狙い目の資格ってじゃあ何かなということなんですが、エコノミストの視点から言うとですね、需要と供給をね考えるんですね、エコノミストというのは。需要があるのかなと、そして供給はどうなのかなと、その2つの視点で見ていくことになるわけなんですが、まずですね、不動産鑑定士というのは人手が足りてないんですよね。供給が少ないのかなと、後でちょっと触れますけどね、結構少ないということでありますので、供給が少ない、そういった資格、これが不動産鑑定士であると。だからまず1点目、狙い目なんですよね。でそしてですね、仕事も結構多いですよということで、需要も多いということで、供給が少なくて需要が多いんだということで、これは非常に、この2つが揃いますとね、狙い目の資格になってくるということなんですね。1と2が揃ってるならばですね、狙い目の資格だと。要は人手が足りてないと。人手が足りてないということはですね、仕事が奪い合いにならないということですよね。仕事がですね、人手がいっぱいいるとですね、もう仕事が結構奪い合いになるわけなんですけども、人手が少ないわけですから、それほど競争が激しくないということですし、一方でですね、仕事も結構あるんだということでありますから、需要の面でも供給の面でもですね、不動産鑑定士というですね、そういったお仕事は、資格はですね、狙い目なのかなというふうに思いますね。ではですね、三大国家資格というのがこれあるんですけども、他の資格、鑑定士以外の資格はどうでしょうかと言いますとですね、例えば司法試験で弁護士という資格がありますけども、人数が多くてですね、約35,000、それ以上ちょっといるかなというふうに思いますけども、こちら非常に多いと。一方で、公認会計士試験、公認会計士ですね、監査ないしは会計の専門家ということなんですが、こちらは大体3万ちょっと超えるぐらいかなというふうに思いますけれども、3万おります。一方で我が不動産鑑定士はどうかというと、非常に少なくてですね、約9000人、1万人いないんですよね。そういった意味でも希少性が高いかなと、単純比較なかなかすることはできないのかなとも思いますけども、この不動産鑑定士9000人というのはちょっとやっぱり少ないかなとも思うんですよね。人数もさることながら、あとその年齢の構成もちょっと危機的状況って言ったらひょっとしたら言い過ぎなのかもしれませんけど、それに近いのかなと。結構60歳以上の方が多くてですね、 40% ぐらいいるんじゃないかというふうに言われておりますし、平均年齢が50歳ぐらいということで結構高めなんですよね。ですから、若手が足りないと、圧倒的に足りてないですよね。ですから9000人の方が、そもそも9000人いらっしゃいますということなんですけども、その方々が全部不動産鑑定士の仕事をやってるわけではそもそもありませんし、やってた
としても平均年齢がまあ50歳ぐらいだったと思いますけど、高めであるということですし、まあ60歳以上の方が 40% ぐらいいるんじゃないかということで、もうこれからね、これ結構公的な仕事もあるんですよ。あの不動産鑑定士の仕事っていうのはこれから見ていきますけども、公的な仕事なんかも多いんですけども、公的な仕事をこの人数で回せるのかなっていう、そういった危機的状況もあるんですね。まだ今は回せますけども、今後ひょっとしたら厳しいんじゃないのかなということで、まあ、そういった意味でね、まあ、単純に数字は比較できませんけど、この9000人っていうのは結構希少価値が高いんですよということですね。まあ、一般にはこの不動産鑑定士という資格はですね、馴染みが薄い、あまり知られてないということなんですけど、逆に言えばそこが狙い目というふうに言うこともできるのかなというふうに思いますね。ですから、まあ先ほど申し上げましたけど、平均年齢が高いということですから、合格した後はですね、例えばいろんなところに就職先っていうのが考えられるわけなんですけども、結構奪い合いになりますよ。その合格者の奪い合いになってますよね。もう最近だったらもうすぐ就職先が決まっちゃう場合が多いですよね。まあ私講師やっておりますのでね、合格祝賀会っていうのがあるんですよ。合格者の方とまあコミュニケーションを取ったりだとか、あとまあその後飲みに行ったりだとか、それからまあ収録なんかもこうね、合格対談ということで収録なんかもさせていただくんですけども、まあ、結構ねもう就職も あっさり決まってると。ちょっと前だったらね、やっぱりリーマンショックの前とか、あ、ごめんなさい、リーマンショックの後とかだったらですね、まあ2008年の秋にリーマンショックっていうのがあって、日本経済がズドーンと、まあ、世界経済もそうですけど悪くなったっていうね、そういったまあショックがありましたけども、まあ、リーマンショックの時期なんかはですね、結構その合格した後もなかなか就職厳しいですということ声はね、伺っておりましたけども、最近やっぱりいいですよね。もうかなり、ね、合格した後はもう結構奪い合いの状況ですね。その鑑定事務所とかね、そういった企業なんかはその合格者を奪い合うような状況で、まさに売り手市場ということなんでしょうかね。ですから、まあ、かなりそういった意味ではですね、まあ、供給が少なくてですね、狙い目ですよと。でそれから年齢が結構いってる方もですね、まあそうですね、50ぐらいの方でもですね、転職というね、合格後に転職という話も結構聞きますしですね、やっぱり供給が足りてないのかなというふうな実感はありますよね。ですから、まあ、狙い目かなというふうに思っております。で、まあ、不動産鑑定士の仕事ということでありまして、大きく分けてですね、2つあるんですね。大きく分けて2つありましてですね、まず不動産鑑定評価業務というね、お仕事でありまして、公的なお仕事とそれから民間のお仕事、この2タイプのお仕事から成り立っていると、不動産鑑定評価業務というね、まあ、土地とかですね、建物のなどの、ね、不動産の、価格をですね求めるという、ね、業務が不動産鑑定評価業務ですね。まあ、土地、ないしは建物などの不動産ですね、それの理論的な価格、値段ですね、それを求めていく業務がですね、不動産鑑定評価業務ということなんですけども、まあ、公的な評価と民間評価っていうのがありましてですね、要は値段をつけていくと、理論的な値段をつけていくということですよね。まあ、先ほど申し上げましたように、理論的に土地建物などの不動産の価格を求める業務ですよと。これはですね、独占業務なんです。したがって希少価値が高い、そういった意味では供給が少ないというふうにこれ考えることができるのかなというふうに思いますけども、まあ、独占業務ということで、まあ、弁護士さんであっても公認会計士さんであってもですね、不動産鑑定評価業務に関してはやっちゃいかんということでありましてですね、まあ、そういった意味では独占業務と、鑑定士じゃない人が鑑定評価してしまったらもう処罰の対象になってしまいますから、まあ、独占業務、そういった意味では非常にね、強みのある資格なのかなというふうに思いますね。でこれが一つ目なんです。不動産鑑定士のお仕事の一つ目で、もう一つありましてね、コンサルティング業務ということでありまして、まあ、クライアントの方にですね、まあ、クライアントの方が抱えている問題に対するソリューションをですね提供する、そういった業務になるわけですよね。でこちらの方はですね、独占業務じゃありません。コンサルティングの業務っていうのはですね、別に国家資格とかそういうのはありませんから、それは誰だって別に依頼を受ければですね、コンサルティングしてもいいよということなんで、それは別に不動産鑑定士じゃなくてもコンサルティングできるわけなんですけども、不動産鑑定士というのはやっぱり不動産系の最高峰の資格になるわけですから、やっぱりね、コンサルティングするに値するそういった資格の持ち主ということになりますので、まあ、コンサルティング業務なんかも、そのお仕事でね、柱となってくるのかなとこういうふうに思いますね。
で、まず不動産鑑定評価業務、これをですねちょっとお話しさせていただきますが、まず公的評価というのがありましてね、公的評価というのはお仕事を依頼する主ですけども、国とか都道府県という公的な組織になりますね。で、仕事のですね場面なんですけども、例えば公示地価、相続税、路線価というふうに言いまして、まあ、公示地価というのはですね、まあ、国交省がですね毎年こう発表している、まあ、地価なんですけども、まあ、後でちょっとね、述べますけども、公示地価、これを、地価公示っていうふうにも言ったりしますけども、それの不動産のですね値段を定めるのも評価するのも不動産鑑定士であると。で、それから相続税路線価っていうのもありましてね、まあ、こちらの方はね相続税だとかあるいは贈与税だとかのですね計算をする際のそういった不動産の値段、これが相続税路線価なんですけども、これは国税庁がですね、だいたい7月ぐらいですかね、発表しておりますね。1月1日時点の、その路線価を、7月ぐらいに、まあ、公表していると、これが、まあ、相続税路線価でありますよと。まあ、この公示地価の方はね、敷地の、まあ、値段ですよね。で、相続税路線価、路線ということですから、まあ、要は公道、まあ、道路につけられている価格を、まあ、計算するというのが、まあ、不動産鑑定評価の業務であると、いうことでしょうかね。まあ、大体この公示地価の8割ぐらいと、それが相続税路線価というふうに言われておりますけどね。それからですね、まあ、公的評価といたしましては、この公示地価だとか相続税路線価以外にもですね、裁判所の競売っていうのもね、ありましてですね、例えば、借金を返せない場合ね、担保としていた不動産を取り上げられてですね、でその不動産がまあ売却されるわけなんですけども、その値段をね不動産鑑定士さんが、まあ評価するということでありまして、裁判所の競売なんかもですねお仕事としては、公的なお仕事としてはありますよと。で、それから公共用地の取得ということで、まあ、そういった、ね、公共用地を取得する際に値段分からなければいけませんから、不動産鑑定士の方にですね、まあ、国、都道府県が依頼するということで、そういった、ね、まあ、公的評価の場面もありますよと。ですから、毎年ですね、安定した需要がね、公示地価とか相続税路線価、こんなの毎年ありますしね。ですから、まあ、毎年安定したですね、需要があるのかなと。まあ、もちろんね、他の資格にもですね、公的なそういったお仕事っていうのは、まあ、例えば弁護士さんであれば国選弁護人だとか、そういったお仕事もあるのかもしれませんけども、不動産鑑定士もですね、こういう、まあ、毎年安定したですね、そういった需要があるんだと。そこがまた魅力の一つなのかなというふうに思いますね。で、まあ、先ほど地価公示というお話させていただきましたけれども、まあ、地価公示法という、まあ、法律がありましてですね、国土 交通省土地鑑定委員会が出すわけなんですけども、発表するわけなんですけども、毎年1月1日時点のですね、2600の標準値の客観、標準値の客観的なですね、客観的に妥当な価格を、まあ、公示しますよと。で、それを計算するのが鑑定士であると。で、この、まあ、公示地価ですね、公示地価っていうのは、まあ、土地を取引する際の重要な指標になってくるわけなんですよね。で、皆さんもですね、毎年どこかでニュースかなんかで、お聞きになってるのかなというふうに思いますけども、まあ、例えばですね、毎年一番高いね、ところのところが話題になりますけども、例えば2017年のですね、地価最高額っていうのが銀座4丁目のね、山の楽器銀座本店ですね。まあ、銀座のですね、中央通り、三越の前のところですよね、山の楽器の銀座本店がありますけれども、あちらはですね、1平方メートルあたり5050万円ということで、過去最高のですね、値段が2017年につきましたよということなんですけども、まあ、こういう計算をする、評価額を算定する、そういったお仕事が鑑定評価業務になるわけなんですけども、不動産鑑定士の独占業務であるということなんですよね。で、不動産鑑定評価業務の丸2ということで、まあ、先ほどはですね、まあ、公的評価ということだったんですけども、まあ、民間からのですね、仕事の依頼というのもあるんですよね。やっぱりこの不動産の値段、これが知りたいというニーズはですね、もちろん公的なニーズもあるでしょうけども、民間のニーズだってもありますよということで、それが民間評価ということなんですが、
まあ、依頼主がですね、個人ないしは企業ということなんですが、まあ、仕事の場面といたしましてはですね、まあ、個人企業が不動産を売買する、あるいは不動産を担保にする、あるいは不動産を賃貸する、そういった場面でですね、この不動産って一体いくらなんだろうかということで、まあ、不動産鑑定士さんにですね、まあ、評価をお願いすると、まあ、そういった、ねことですよね。でそれから不動産の相続ですね、まあ、相続税が上がったということで大変なんですけども、まあ、相続する際にうちの持ってる不動産、いくらなのかなって、これは鑑定士にしか分かりませんから、あそのね、そういった依頼なんかもあるでしょうと。でそれからまあ M&A ですね、マージャン&アクイジションというふうに言いまして、まあ、企業の合併と買収ですね、合併とか買収する際にですね、買収先のあるいは合併先のですね、保有している不動産ですね、それ一体いくらなのよと、そういうのが必要になってくるわけですよね。実際問題いくらなのかなと、帳簿の価格、それも大切かもしれませんけど、実際問題鑑定士が評価する額、評価額、実際どうなのと、いくらなのか、それもやっぱり知りたいところですから、 M&A の時なんかにはそのね、民間からのその鑑定評価のね、の民間からの依頼っていうのもあるわけですよね。それからまあ不動産の証券化というふうに言いまして、まあ、例えば具体的には J リートっていうのがまああるわけなんですけど、ちょっと次のページでねお話しさせていただこうと思っております。で、まあ、M&A だとか、その、まあ、例えば不動産の証券化の具体例が J リートなんですけども、まあ、そういった J リートなんかでもそうなんですけども、不動産の評価というね、まあ、その評価というのが絶対に必要になるわけでありまして、そのね、M&A とか不動産の証券化というのがどん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 増え出すとですね、不動産鑑定士さんの民間評価、不動産評価っていうのをお仕事もどんどん増えてくるのかなというふうに考えられます。したがって、まあ、需要がこちらの方で見ても結構多いんじゃないのと。まあ、海外で言いますとですね、まあ、海外ってあの日本の、ね、企業が今 M&A を非常に増やしててですね、海外の企業を買収しまくってるんですよ。もう過去最高ですよ。ですからその際にもですね、相手の企業がお持ちのですね、不動産の値段いくらかなっていうふうなその算定をするっていうのが必要になるでしょうし、まあ、国内の M&A ももちろんありますからね、そういったね、その場面で鑑定士さんの力が必要になるということですね。でまあ、先ほど申し上げました不動産の証券化の具体例で J リートというのがあるんですけども、ジャパンリアルエステイトインベストメントトラストということで、日本版不動産投資信託というふうに言うんですが、まあ、例えばですね、まあ、不動産ってね、まあ、もちろん当たり前なんですけどめちゃめちゃ高いんですよ。まあ、例えば六本木ヒルズなんかもですね、を考えていただければと思いますけども、まあ、ヒルズなんかは、まあ、総事業費でいうと約4900億円かかってるわけですよね。ですから、まあ、不動産、をまあそのね、不動産を手に入れるないしは構築するっていうふうになりますとですね、非常に金がかかるということなんですよね。ですから、まあ、そこでこういうね J リートっていうのが考えられましてね、まず一つ目なんですけども、一人でですね、そのね、まあ、5000億円とか負担できるわけありませんから、まあ、したがってですね、多くの投資家から例えば資金を集めるんですよ。まあ、例えばですね、一口100万円みたいな感じでね、集めるわけですね。で、出してくれた人に、お金を出してくれた人に J リートを入っていうふうにあげるわけですよね。で、そのお金をですね、使ってですね、まあ、オフィスビルなど複数の不動産を購入すると。で、まあ、その不動産からですね、まあ、上がってくるわけですよ、賃貸収入が。あるいは、まあ、売却益っていうのもあるかもしれませんけども、まあ、そういったですね、不動産から得られる収入ですね、それを、まあ、J リートを保有しているその、ね、投資家の方に分配していくと、ね、こういう、まあ、仕組みをですね、J リートというふうに言うんですね。でこの J リートは、まあ、株式のようにですね、まあ、上場しておりますので、まあ、一部上場、二部上場の株式のように、上場株式のように、こうね、上場しているのが J リートでありまして、したがって簡単に売買できるんですよね。マーケットが開いてれば売買できますから、そういった意味では非常に、まあ、結構ね換金化しやすいということで、まあ、非常に便利な一つのね、その金融商品でありますよね。これが J リートであると。でこの J リートなんかはですね、その投資家の人が買う金融商品になるわけで、まあ、それにですね、不動産鑑定士がですね、その J リートの、その、関連している不動産ですね、それの値段をね、不動産鑑定士の方が毎年毎年ですね、こう
値段を計算してですね、それでその評価額を添付して、それで投資家の人が、あ、そっか、今いくらぐらいなのかっていうのをね、確認しているということですね。まあ、金融商品の一つ、そこにも不動産鑑定士の方のですね、仕事が関わっているんだと。でそれから、まあ、コンサルティング業務ということで、不動産鑑定士というのはですね、不動産系の最高の資格になるわけですから、まあ、コンサルティング業務なんかも行うということなんですけども、まあ、こちらもいっぱいありましてね、まあ、不動産の有効活用の提案ですね、まあ、こういうふうに活用した方がいいんじゃないですかと、こういうふうな活用の仕方はダメですよとか、いろんな提案ソリューションをですね、出していくと。でそれからマンションの建て替えの際のコンサルティングですね、いろんな問題が生じますから、やっぱり不動産のプロがやっぱりコンサルティングするっていうね、そういった場面が出てくるわけですよね。でそれから市街地再開発事業等にかかる不動産の権利調整ということで、まあ、再開発する際にはですね、まあ、その権利関係っていうのはね、複雑に絡み合ってるわけですから、その権利の調整っていうのも、まあ、鑑定士さんならではのね、仕事になってくるのかなと。でそれから4番なんですけど、 CRE 戦略ということで、まあ、企業がですね、コーポレートリアルエステート戦略ということで、まあ、企業が所有している不動産の有効活用、それの提案をする、これが、まあ、コンサルティング業務の一つとしてありまして、 CRE 戦略ですね、まあ、ちょっと次のページでもお話しさせていただきますけど、こんなのも最近ね、注目されております。でそれからプロパティマネジメントということで、不動産管理業務ということで、やっぱり不動産の知識、そして経験、不動産に関連する経験、そういうのをお持ちですから、不動産管理業務なんかにも積極的にね、コンサルティングで関わっていけるのかなと、いうことですね。では、ですから、まあこれだけのね、まあ、今ちょっとね、パパッとピックアップしただけでもこれだけありますね、かなり需要も多いのかなと。でまあ、一つだけピックアップしますけど、 CRE 戦略とコーポレートリアルエステート戦略ということで、まあ、例えば具体例なんですけども、キリンホールディングスっていうのが、ね、ありまして、まあ、キリンっていうのは三菱系の企業ですから、まあ、したがって丸の内に、まあ、本社があったわけなんですけども、それがですね、中野、まあ、私今収録しているのが中野なんですけども、レックの、ね、本社があるのが中野なんですが、まあ、その近くにですね、まあ、キリンホールディングスが引っ越してきたということなんですよね。いつだったかな、何年か前に引っ越してきましたけども、まあ、17社ありましてね、まあ、キリンというのは、まあ、キリンホールディングスというのはもちろんキリンビールだとかキリンビバレッジだとか、まあ、ビールはお酒の方ですよね。キリンビバレッジは生茶とか、そういう普通の清涼飲料水だとか、そういうものを作っているのがキリンビバレッジで、あるいはそうですね、小祝乳業とかね、あの辺もそうですし、メルシャンとかね、そういうのもキリンのホールディングスの一つということなんですけども、ああいう企業が今中野に、ね、集結していますね。キリンホールディングス17社が中野に集結しているんだと。でメリットといたしましてはですね、やっぱり古いビルだったら防災だとか、そういう対策がなかなか取れませんから、ね、中野に引っ越してきて新しいビルですから、まあ、防災対策が万全だと、まあ、安全性に優れているということですね。まあ、日本というのは地震が多い国ですから、まあ、したがってですね、防災だとか安全性だとかですね、そういうのは非常に重要であるということなので、まあ、やっぱりこうね、一つのところに集約する、その際に盤石のものを作るというのはね、一つのメリットかなと。でそれからですね、2つ目なんですけども、効率化、コミュニケーションの円滑化ということで、まあ、やっぱりグループ企業が集結しますとですね、点在してないと、ね、一つのところに集約するとですね、コミュニケーションが取りやすくなるということですよね。まあ、最近もちろんね、メールだとか、あるいはその会議なんかもね、画面使って遠方の人と会議ができたりっていうことももちろんありますけども、やっぱりね、コミュニケーションの原点というのは対面ですよね。対面で話して何かが生まれるってことってやっぱり多いじゃないですか。まあ、学問の世界なんかでもやっぱ多いんですよね。私なんかも大学でね、もう仕事しておりますから、やっぱり大学の先生と話すとですね、なんかいいアイデアがこれ出てきたりだとかですね、あるいは私なんで、まあ、大した人間じゃないですけども、まあ他のね、優れた先生同士がこう話してるのとか見てたりしてですね、そこからやっぱり一つのアイデアが生まれてたりしてるわけなんですよね。ですから、まあ何が言いたいのかというと、そのメールとかね、そういったね、まあその通信機器を使ってですね、コミュニケーションを取ることももちろんできるんだけども、何かが生まれるっていうのはやっぱりコミュニケーションっていうのがね、対
対面でのコミュニケーションというのが結構必要だったりするんですよね。ですからまあそれがね、キリンホールディングスの17社が一箇所にこう集まるということですから、コミュニケーションが取りやすくなるということですから、まあ、そういった意味ではかなりね、効率化が図れるのかなと、そしてさらにいいものが生まれるのかなと、イノベーションが起きる可能性がありますよね。でそれからまあ点在してるとですね、いろいろまあコストが重複するわけなんですけど、まあ一箇所に集まるとですね、重複するコストも削減できるでしょうと、かなりいいことずくめですねと、まあそういったね、一箇所に集中した方がいいですよと、そうするとまあいいことがありますよと、まあそういうね、企業が保有するね、その不動産に対するその戦略っていうのをそのご紹介する、提案する、そういうのがね、CRE 戦略、コンサルティングの場面での CRE 戦略ということなんですけども、まあ、例えば今のがキリンホールディングスということで、まあ、一つの例であると。で不動産鑑定評価業務のフローということでありましてですね、まず一つ目なんですけども、もちろんね、仕事の出発点というのはお仕事の依頼を受け付けすることですよと。で次にですね、依頼を受けたらですね、まあ、現地調査をしたりだとかですね、まあ、例えばその不動産を実際に見に行くわけなんですよ。現地調査をしたりだとかですね、あるいはまあ資料を収集するということですよね、まあ、つまり情報を揃えるということですよね。現地調査、資料収集等、そういったことをすることによって情報を集めると。でその後に、まあ、集めた情報をですね、しっかりと分析して、そして不動産の不動産のね、その評価額をね、定めていくと。そして、その定めた評価額をですね、鑑定評価書にまとめていく、ということなんですよね。そしてそのまとめ上げたその鑑定評価書をですね、交付、お客様に交付していくと、まあ、仕事の流れというのはこういうね、流れになっているのかなと。で、次ですね、合格後の道といたしましてですね、2タイプあるのかなということなんですけども、まず1つ目なんですけども、独立開業ということでありましてですね、まあ、結構独立開業される方もいらっしゃるんですよね。で結構不動産鑑定士は開業しやすいのかなとも言われてるんですよ。まあ、例えばですね、土地家屋調査士という資格がありましてね、まあ、鑑定士を目指される方も土地家屋調査士さんの方も結構いらっしゃりするんですけども、私が指導させていただいた方もね、土地家屋調査士から鑑定士になったっていう方もいらっしゃいましたけども、土地家屋調査士っていうのは結構独立する際にね、かなりお金がかかるんですよ。結構その測量する際の機械に何百万もかかってしまうという話も聞いたことがありますので、まあ、しかしながら、まあ、不動産鑑定士はね、そんなにこの初期投資はかからないと、まあ、もちろんパソコンとかね、そういうのはもちろん最低限は必要になりますけども、まあ、それほど例えば土地家屋調査士さんのようなその測量機器を手に入れるために結構数百万単位で数百万かかるっていう話はないようですね。ですから独立開業しやすいと。そもそも、であります。で、まあ、その独立開業した後ですね、まずこの公的評価ですね、まあ、地下工事だとか相続税路線化だとか、先ほどお話しさせていただきましたけど、公的な評価がありますんで、毎年一定の安定した収入が得られるのかなと。まあ、もちろんね、独立して1年目でなかなか公的評価の仕事がね、転がってくるのかというと、まあ、ちょっとそれも難しいのかもしれませんけど、まあ、聞いた話によりますとですね、まあ、実務経験をきちりと、重ねていくとですね、まあ、少しずつ公的評価の仕事も増えていくんだということを聞きましたけども、まあ、すぐには増えてこないのかもしれませんが、まあ、ちゃんとね、数年こう実務経験をつくと結構仕事も出てくるということは伺っております。それからまあ2番でコンサルティングと。で、この際に差別化するとね、結構いいですよね。まあ、例えば私の受講生の方だったら、まあ、合格者の方でも、まあ、いらっしゃるんですけども、公認会計士の方だとか、税理士の方だとか、司法書士の方だとか、あるいは弁護士の方もいらっしゃいましたけども、まあ、結構いろんなね、あるいは建築士だとか、さっき申し上げた、土地家屋調査士だとか、いろんなそのスペシャリストの方が、やっぱり鑑定士持っておくとまたいいねっていうことで、鑑定士試験を目指されて、それで合格されてったっていう方、結構多いんですけども、やっぱりね、この、鑑定士だけでいかなくて、
組み合わせると、他の資格と組み合わせるということでもいいですし、あるいはさっきちらっと申し上げましたけど、資格じゃないけど英語力と組み合わせるだとかね、そういうやり方もあるのかなということで、まあ、コンサルティングする際にもちろん不動産一本で行くっていうやり方もありますけど、こう差別化、まあ、他とこうね組み合わせて差別化していくっていうやり方もあります。いずれにしてもやっぱ差別化っていうのがポイントになるのかなと。逆に言えば差別化がしっかりとうまくできればですね、仕事が結構増えるのかなというふうに思いますね。でそれから、まあ一人じゃなかなかね、公認会計士これからまた資格取るの大変だっていうね、あるいは、まあ、司法試験これから合格するのは大変だということでの方の方がやっぱ多いでしょうけど、そういった場合はですね、共同経営っていうのもありますよね。弁護士の方と一緒にね、ワンストップのサービスを提供するということで、共同経営っていうね、独立の開業のスタイルもあるのかなということで、まあ、合格後の道といたしましてはですね、どっかに就職するっていうのももちろん一つの手なんですけども、もう開業しちゃうっていうね、そういったことも考えられるかなと。でそれから、まあ、合格後の道ということで、企業内鑑定士っていうね生き方ですよね。まあ、これは不動産鑑定事務所っていうのがありましてね、その鑑定評価をね専門にする事務所がありますけども、その事務所に就職すると、ね、そういうことももちろんあります。あるいは信託銀行ですね、あるいは不動産会社、建設会社、鉄道会社、観光庁、金融機関ということで、こういったところに就職するというね、だから不動産鑑定事務所に就職する以外にもいっぱい道はありますんでね、まあ、例えば信託銀行でありますとですね、やっぱり信託銀行とか金融機関っていうのはですね、やっぱりこの、不動産に関わってる仕事もしておりますんで、やっぱり中にね不動産鑑定士がいるってことも必要になりますし、あるいはこのね不動産会社であるだとか建設会社であるだとか鉄道会社っていうのは都市の再活プロジェクトに絡むこともありますので、やっぱり鑑定士っていうね資格を持った人が会社の中にいるってことが必要であったりしますので、企業内鑑定士という生き方もあるんだなというところも押さえておいていただければなと思いますね。で観光庁なんかもやっぱりそうですよ。やっぱりね財務省なんかもやっぱり今中に鑑定士の方が必要だっていうね動きにもなってるでしょうし、やっぱりこのいろんなところでね鑑定士さんが必要とされているというところは押さえておいていただければなというふうに思っております。ではですね、ここから先はですねちょっと教材の教材というかねこちらのパンフレットを使わせてもらおうかなというふうに思いますけども、今のがですね私の方からお話しさせていただいた不動産鑑定士は狙い目の資格ということで、まあ基本的には需要が結構大きくてで供給が少ない、まあ、狙い目の資格だというところを私の方でお話しさせていただきました。ではですねその次に今度パンフレットを使ってお話しさせていただきますのは試験の制度ですね。パンフレットをちょっと使っていきますけども、まずですね不動産鑑定試験というのはですねこれ2段階のですね選抜方式になっておりましてですね、まず単答式試験というのがありまして、でそれに合格するんだと、でその次に論文式試験というのがあるんだと、でそれに合格するんだと、でその後に実務修習というのがありましてですね、実務修習は、まあ、大学で学ぶ、で大学は1年コース2年コースというのがありますけど、大学で学んで実務修習を経る、あるいは指導鑑定士のいるですね、そういったね、ところに、鑑定業者のところに行ってですね、それで実務経験を積むと、実務修習をするというやり方もあるわけなんですよね。まあこの合格後は2タイプあるわけです。大学に行くのか、あるいは鑑定業者のところで指導鑑定士のいる鑑定業者のところに行くのか、この2タイプあると。でまず単答式試験なんですけども、まあ日時はですね大体5月の中旬、母の日なんですけども日曜日ですね、行政法規という科目と鑑定理論という科目がありまして、まあ、テストするんだと、いうことなんですけども、まあ、合格点はおおむね7割ということになっておりますね。まあ、7割ということなんですけども、これは相対評価というふうに言いまして、まあ、絶対評価じゃないんですよね。例えば簿記検定2級だとか3級だとか、まあ簿記検定なんかはですね、絶対評価と、まあ、70点以上取れば合格ですよという絶対評価なんですけども、点数はおおむね7割ということで、まあ、年によってちょっとね合格ラインは変わってくるわけですよね。まあ、相対評価と、これが鑑定試験です。論文もそうです。でまあ、担当式試験のですね、
合格率なんですけども、大体3人に1人 32.5% ということでありますね。で、一方で論文式試験なんですけど、論文式試験の科目といたしましては、民法、会計学、経済学、私は経済学の講師なんですけども、この3科目なんですよね。それから、まあ、鑑定理論という科目があります。で、鑑定理論という科目は担当と論文にもあります。それに対して民法、会計、経済学っていうのは、これは教養科目といいまして、担当式試験にはありませんということなんですね。で、論文式試験の方はもうこれもう3日間にわたる試験ということでありまして、まあ、合格ラインはおおむね6割ということですよね。で、論文の方はですね、合格率が 14.5% ということで、7人に1人が合格ということです。で、まあ、このですね、試験なんですけども、こんな感じになってるんですよね。このちょっとポイントの1のところなんですけども、担当式試験合格者は翌年翌々年の2年間担当式試験が免除と。1回だから担当式試験に合格しますとですね、その後のですね、まあ、要は論文式試験を3回受けられると、次の年とその次の年も、その担当を受けるのが免除になりますよということで、最大3回ね、論文式試験が受けられるということですね。以上が試験制度ということですよね。で、この不動産鑑定試験はですね、宅建という、ね、資格がありますけど、宅建を勉強された後にその不動産鑑定士も取りたいという方も多いんですけども、そういった方は、ね、非常に有利だというふうに考えていただければと思いますね。宅建士から不動産鑑定士へのステップアップがおすすめですというページがあるんですけども、まあ、宅建で学んだことがですね、全て活かせるということなんですが、すごいですね、これね、なんと約 60% 宅建士の知識でですね、その行政法規のね、その、まあ、点がね、60% も取れますよと。ですから宅建士の勉強で、勉強した内容がダイレクトにですね、この鑑定試験でも使えるんだと、まあ、具体的に言えば宅建士で勉強した権利関係っていうのが不動産鑑定試験の論文式試験の民法で使えますし、宅建業法、それから法律上の制限、それからその他のところ、ごめんなさい、この2つですね、宅建業法と法律上の制限ですけども、それが行政法規に使える、これは担当式試験ですけどね。で、その他のところで、不動産鑑定評価基準っていうのがありますけども、それが鑑定、理論で使えますよと。まあ、残念ながら経済会計はその宅建士の試験ではありませんので、まあ、使える内容がこちらにはありませんけども、この3つの科目に関してはですね、宅建士で勉強しているところが結構あるんですよということで、まあ、そういった意味でもですね、宅建先にやっといた、やっとくというのもいいのかもしれませんし、宅建をお持ちの方はですね、ぜひ、チャレンジしていただければなというふうに思いますね。で、それからですね、大体どれぐらい勉強すればいいんですかということなんですけども、まあ、レックではですね、担当で大体500時間、そして論文で2000時間、合計、まあ、2500時間かなというふうに見てるんですよね。まあ、やっぱりね、これぐらいの勉強は必要ですよね。逆に言えば、10時間で受かってしまう。あるいは30時間で受かってしまう、あるいは100時間で受かってしまう、大した資格じゃないですよ、希少価値はそんなに高くなりませんよ。だからそのやっぱり難しいっていうのは、逆に言えば希少価値がある、高いということですから、まあそういうふうに捉えていただいてですね、こんなに勉強しなければいけないのかではなくてですね、これだけ勉強しないと受からない資格、逆に言えば取ってしまえばその後っていうのは、この資格を活かせるというふうなことになるかなというふうに思いますんでね、ハードル高い資格をぜひ目指していただければなというふうに思いますね。で、それからですね、まあ、我々のですね、提供させていただくその講座なんですけど、一応3つのコースをですね、ご用意させていただいておりましてですね、まずですね、まあ、最短突破コースと
最短突破型ということでありましてですね、まあ、こちらこれ何かなっていうと、お時間がある方ですね、まあ、だから大学生、まあ、レックでも、2017年度、まあ、大学生の方が一発合格、非常に短期の短期合格を果たした方がいらっしゃいましたけども、今っていつだよって感じになるかもしれませんけど、まあ、少なくとも2018年であればですね、まだその合格者対談ということで講師とですねその方が対談しているのを見られますので、ぜひ見ていただければなというふうに思いますけども、短期合格された方がいらっしゃいましたけども、数ヶ月ですよ、7、8ヶ月だったですかね、ちょっとごめんなさい、期間は忘れましたけど、1年以内だったと思います。非常に短い期間でガッと勉強されて合格された方っていうのがいらっしゃったんですけども、まあ、学生さんだったんでお時間あったということなんですけども、ですから学生さんなんかはもう最短突破型ということで、担当論文というふうにあるわけなんですけど、一気に勉強しちゃうということですね。でまあ、あるいは社会人の方でもですね、結構時間にゆとりがあるんだと、来年再来年になったらちょっと時間厳しいんだけど、あるいは今年は、この1年だったら時間があるよという方はぜひね、社会人の方でもこちら、最短突破型のコースをチャレンジしていただければと思いますね。それからバランス重視型というのがありましてですね、このバランス重視型っていうのは何かなっていうと、まあ、時間ある程度取れるんですけども、目いっぱい取れませんという方いらっしゃるんですよね。ですから、まあ、そういった方はですね、まあ、担当中心なんですけども、まあ、論文もやるということで、担当だけじゃなくてね、論文もやるんだけども、やっぱりね、その論文はその、ハイレベルなところまでは全然いけないということで、まあ、基礎的なところでとどまると、これがバランス重視型ですね。やっぱり目標は担当なんですね。目標は担当であると。で、まあ、論文の勉強もするんだけども、直前期にやるような非常に難しいところまではやらないと、基本的なところ、基礎ですね、ベースですね、そこは抑えるんだけど、それ以上のことはやらないと、これがバランス重視型ですね。で、担当合格した後に本格的に論文式試験で受かるための勉強をしていくということですね。これがバランス重視型と、まあ、社会人の方におすすめかなと。で、それから、まあ、忙しい社会人の方ですね。忙しい社会人の方はこちらになります。担当特化型ということで、まず担当と、ね、まず担当、もう論文式試験の勉強はもうやりませんと、担当式試験の勉強に集中すると、これが担当特化型ですね。ですから、まあ、忙しい方、ないしはね、もう結構期間が残りわずかだなと、ね、今12月であると、ね、今1月であると、そういった方で あればですね、500時間ぐらい確保できるという方であれば、ね、結構直前になっちゃったんだけども、12月とか1月結構直前なんですけども、5月に試験ですからね、だけど500時間勉強できるという方であれば、担当特化型、これ言っていただいていいのかなというふうに思いますね。具体的にちょっと見ていきますけど、このお時間がある、まあ、学生さんなんかが、こちら取っていただきたいんですけども、まあ、例えば2018年の2月からですね、これ始めてですね、2月から始めて、そして2019年のですね、5月に担当、そして8月に論文式試験ということで、まあ、1年ちょっと、ね、場合によってはこのぐらいから始めてですね、受かっちゃう方もいらっしゃるかもしれませんけど、まあ、一応2018年の2月から始めていただくといいのかなということですが、このね、5月の担当、8月の論文、ね、そこまでもう目いっぱい、ね、目いっぱい担当と論文の、ね、講座を受けるんだと。まあ、もちろんそのね、5月の担当間近の時はですね、担当間近の時は担当の勉強がもちろん中心になるわけなんですけども、しかしながら論文も合わせて勉強するというのがこのコースになります。で、それから、まあ、社会人の方におすすめなのがこちらですね、担当プラス論文基礎ということで、まあ、担当合格、これが目標なんですけども、論文でやる基礎のところは学びますよということでありましてですね、まあ、2018年2月を例えばスタートとして、2019年の5月、この5月までにですね、まあ、あるいは8月ですね、8月までに、そのもちろん担当のお話はここで5月までに終わるわけなんですけども、この8月までにですね、論文の基礎的なところは終わらせて、それで8月の論文式試験に臨むんですよということですね。で、ここで受かっちゃえばいいんですけども、やっぱりごめんなさい、ここで受かっちゃえばいいんですけども、合格に必要な基礎的な
ことで、内容は終わっておりますので、ここで合格というのはなかなか難しいんで、まあ、どうしても次の年っていうふうになるのかなというふうに思いますけども、その次の年はですね、ここまでのその基礎的な論文合格に必要なですね、基礎の知識を踏まえたその発展の講座っていうのがこれありますんで、アウトプットの講座っていうのがありますんで、その8月以降はね、アウトプットの講座を見ていただいて、それで次の年の8月に論文式試験を受けて合格する、そういう流れになっておりますね。で、この8月以降もですね、この12月31日まではですね、この合格基礎討論だとか合格基礎講座だとか、そういったね、論文式試験のそういったその講義がウェブで見られますんで、12月31日まではね、8月に試験が終わりますけど、その年の12月31日までは基礎の講座、これご覧になることができますんで、それも有効活用していただくといいのかなと。でそれから担当特化コースですね、社外人の方ないしはもう結構切羽詰まってると、時期的に切羽詰まってる、時間は取れるけど時期的に切羽詰まってる、あるいは時間的に余裕ゆとりがあるんだけどあまり時間が取れないと、ね、試験までの日数は結構あるんだけど時間的にゆとりがないってことは担当合格コースがいいのかなと。で、この担当合格コースはもう担当式試験ですね、この5月まではもう論文式試験のことはやらないと、担当のみをやる、これが担当合格コースですね。でその後に、論文式試験の勉強をやるんですよと、これが担当合格コースですね。以上のようにですね、レックではこの3つの講座をご用意させていただきましてですね、それで合格というね、その目標に到達することを、目指してるんだということなんですが、私の話をですね踏まえてね、不動産鑑定士にチャレンジする、チャレンジしない、これを検討していただければなというふうに考えております。それではですね、本日のガイダンスですね、以上とさせていただきます。どうも皆さんお疲れ様でした。